今日からこの石鹸を使ってみます。なんだろうこれ。生姜？生姜の石鹸。夫がタイで買ってきたお土産の石鹸使ってみたいと思います。いい匂いがします。泡立ちも良かった。今日は27度らしいですよ。で、今の気温は25度。え、涼しいじゃん。ピケちゃん、おはよう。お母様、おはようございます。朝食ができました。今日はトマトカレーチャーハンで、久々に温野菜、紅茶とプリンアラモードです。ではいただきます。おっしゃー。はい、あのプリンアラモード絶対くださいね。絶対あげませんよ。完食しました。え、夫さん今日雨なのに掃除機かけてるんですか。夫さん雨なのに掃除機かけてるんですか。珍しいですね。はい、は雨降ってる。
てないそうです。今は止んでるっていうことです。はい、どうしようかな。雨も今は止んでるし、どうせずっと雨だし塗っちゃおっかな。今ピカちゃんのお花の水を変えてたんですけど、これ昨日摘んだやつなんですが、どれもお水が減ってました。なんか減ってたんですよ、若干とかじゃなくて結構減ってました。お花が水を吸ってるみたいです。当たり前なんですけど生きてるんですね、お花ちゃんは。ミピカちゃん綺麗だね。はい、これ早く使いたいけど、なんか雨の日にはやりたくないですよね。今ね、なんかね、よくわかんないんですけど、太陽が出てき、晴れてきました。晴れの日にやりたいですよね。ピカちゃん、実家の隣のおばさんがポテチをたくさんくれるので、ピカちゃんにもポテチをお裾分けです。ピカちゃん結構高カロリーだね。チョコレートにポテトチップス。ごぼうおかき、ピカちゃん食べてね。はい、なんか夫のお小遣いが置いてありますね。なんかお供えしてありますね。洗濯物を干しました。今日は雨なんですけど洗濯物を干しちゃいました。干しちゃいましたよ。まあでも降ったりやんなりなんでそのうち乾くでしょ。結局雨が降ってきちゃったので部屋干しになりました。今帰ってきました。だいぶ遅くなりました。今日忙しかったです。あー疲れた、もう芯から疲れた。
でもって今日は、携帯持っていくの忘れちゃったんですよ。置いてけっぽりです。で、今日は買い物をしてまいりましたので、今からお見せします。今日のお買い物はこんな感じでーす。で、これ美味しそうじゃないですか？とろけるチョコ&ホイップタルト。なんかもうこの絵が美味しそう。ホイップが上に乗ってるんですよ。明日楽しみでーす。バーが、トマトくれたんですけど、うちで作ってるって何回も言ってるのに、もらっちゃいました。おばあが煮た厚揚げです。まあ、今日はこれと組み合わせて夕食を作ります。また今日もですね、昼を食べる時間がなくて、ちょっとおやつタイムです。今のデザートはオレンジです。ニラスープにお好みでラー油を入れます。では再びニラ、生姜にんにく、今日はこちらの鮭の切り身ちゃんを焼いていこうと思います。冷凍にしてたんで重なってて取れませんので、ちょっと置いときます。どうでしょうか。調味料がこちらです。醤油、砂糖、酢、1:1:1と、鶏ガラスープ小さじ1になります。納豆、納豆オムレツじゃなくて何でしたっけ、納豆卵焼き。今日は秘密兵器のチーズを入れます。殻が入った。卵と混ぜてないから固まらないんだ、納豆が。そうだ、あー、弁当に持たせる場合はダメですね、これ。
ただきます。およそ3年前に滞在していた、うん、野口聡一さん、パリパリなんだ皮、はい、皮残ってる感じ、皮がパリパリですね、これ。予備の物資もある、また地球時間の遅れを招いているスターライナーの装置トラブルについてはもしできるとしては問題ないんですけども、プレミアム4年